異国船打ち払い例とは、江戸幕府が1825年に発した外国船追放例である。無二年無打ち払い例、外国船打ち払い例、文政の打ち払い例とも言う。しかし、外国についての情報を考えると何が起こるかわからないため、浸水給予例として異国船打ち払い例は数年で廃止された。 1808年10月に起きたフェイトン号事件、1824年の大津浜事件と宝島事件を受けて発令されたと言われているが、同じ1824年に発生した、水戸の漁民たちが数年前から、初夏の頃、沖合で、ミサオ漁している欧米の捕鯨船の乗組員と、物々交換を行っていたことが発覚し、300人余りが、 取り調べを受けた事件が重要な動機で西洋人と日本の民衆党を遮断する意図を濃厚に持っていたという説も出されている。フェートン号事件と大津浜事件との間においてイギリスは熱心に開国を試みた。1816年には琉球に通称を置い、1817年から1822年まで裏側に何度も船をよこしていた。 打ち払い例が出された1825年は、イングランド銀行からヨーロッパを巻き込む強行が起こった。この3年後には、シーボルト事件が起きた。日本の沿岸に接近する外国船は見つけ次第に砲撃し、追い返した。また、上陸外国人については、逮捕を命じている。しかし、日本人漂流漁民をときち、肖像、ジュサブローラ七人を送り届けてきた。 アメリカ合衆国商船、モリソン号をイギリスの軍艦と誤認して砲撃した、モリソン号事件は日本人にも批判された。また、日本では大国と認識されていた清がアヘン戦争で惨敗した事実により、幕府は西洋の軍事力の強大さを認識し、1842年には異国船打払い令を廃止し、遭難した船に限り補給を認めるという、 浸水給予令を出して、文化の浸水給予令の水準に戻すことになった。安倍正宏の政権の下では、外国船の出没が頻繁になったため、打ち払い例の復活の可否が議論された。しかし、沿岸警備の不十分さを理由に、打ち払い例の復活は撤回された。ありがとうございます。